皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、昨日に引き続きまして、総務省から発表されました平成30年版、2018年版の情報通信白書というものがですね、380ページにわたって公開されていますので、その後編をですね、お伝えしたいと思います。では早速ですが、たくさんありますので見ていきましょう。こちらからどうぞ。はい、ちょっとランダムに出てきますけど、まず一つ目なんですが、世界の AI スピーカー市場規模の推移及び予測っていうのが出ているんですが、まあ去年から出てきました AI スピーカーなんですけど、まあ去年がこれ 0.27 億台だったのに対して、今年が 0.39 億台というふうになっているんですが、まあこれ見た限りでは、ちょっと伸び率が悪いかなという気がしています。まあスマートフォンも、まあ出た1年目、2年目よりその後グイって伸びるんですけど、まあもうちょっとこの伸びないと AI スピーカー普及しないのかなという気がしているんですけど、これ世界ですからね。世界、76億人がいる中で、この4年後、2020年だとしても、3年後ですね。2017年から見たら3年後ですけど、3年後だとしても1億台ってことは76億分の1ですからね。ちょっと少ないかなと、もうちょっとペースが速くないといけないかなという気はしています。そして次はですね、これ全然情報通信白書じゃないようなもんですけど、面白いデータがあったので紹介したいんですけど、日米の GDP、名目ですけど、推移っていうのが出ていて、ちょっと僕ね、これ衝撃を受けたんですが、まあ、日本の GDP っていうものが、まあ、若干ね、増えたよっていうことを、グラフでよく見るんですね。で、それは、日本だけ見ているので、増えたって、これ幅がですね、400兆、600兆の間に日本があって、まあ、例えば500兆から550兆に増えましたよってグラフにすると、すごい増えてるんだけど、これをアメリカと比べるとですね、日本ほとんど変わってないじゃんっていうことなんですよね。まあ、微増、微減。もしくはそのままって感じです。アメリカ見ると、いろいろありました。リーマンショックとかありましたけど、それ除いては、まあ、ほぼ右肩上がりでずっと来ていて、その差は離れる一方です。この1995年、まさに Windows95 ですけど、まあ、いわゆるネット社会が始まってから、日本とかアメリカの差がね、離れる一方なんですね。で、これでトランプさんは、アメリカファーストって言ってるわけなので、これね、なんかちょっと対策立てないと、日本いいようにやられてるばっかじゃんっていう気がしました。これが日米の GDP ですね、のものです。で、今度はこちら。これもほぼ同じですけど、実質。まあ、名目と実質あるんですけど、こっちで見ても同様にですね、日本とアメリカ、実質ではね、こう増えてるんだけど、アメリカのね、伸び率と比べれば、ちょっと全然ね、離れてる一方ですよね。っていうのが出ていました。続いてこちらです。僕も非常に注目しています。エストニアという国が非常にですね、デジタル化が進んでいまして、まあ政府もデジタル化しているし、例えば投票とかね、決済とかね、まあ住民票とかね、社会保険とか、あらゆるものがデジタル化されてるわけなんですけど、まあ、この小さい国でやっている中の一つに、このネット選挙ですね。電子投票が2005年は 0.9% とかだったのが、現在は 19.6% になったとか、そして全体の投票者に対して電子投票者の割合が 30% になったみたいなのが出ているんですが、まあ、非常にですね、この、面白いことをやっているので注目しています。で、この背景ということで、まあ、少ない人数で、効率よくね、やっていくために、こういうものを導入してるっていうことで、こう出てるので、で、実際にやったことなんかもこう出てるので、また見ておいてほしいなと思うんですね。で、このような電子政府っていうのが注目されて、今度ね、仮想通貨出すっていう、ね、エストコインっていうのを出すということで、また注目されてるんですけど、まあ、そんな中で、前にもちょっとね、動画でも話しましたけど、電子マネーの日本のね、決済額の推移っていうのが出ていて、で、これ見たらですね、ちょっとびっくりなんだけど、民間消費支出に占める割合が、
1.7% しかないということで、全然普及してないじゃんってことです。この下のグラフを見るとですね、なんかどん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 増えてるような感じがするんですね。決済金額の合計は増えてるんだけど、全体のボリュームから見たら全然増えてない。そして気になるのは2016年と2017。ここが、横になってるということ。このままね、増える、ここがね、踊り場だったらいいんだけど、このまま増えないとか減るってことがあったらどうしようと思うんですが、電子マネーも思ったより普及してないなっていうことが、ここでもわかりますよね。そしてですね、これもちょっと衝撃的なデータだったんですけど、まあ、OECD 加盟国の時間あたりの労働生産性比較っていうのがあって、ここに日本が出てきているんですけど、これは就業者1人当たりの、どのぐらい稼いでるかって簡単に言うとですね、そういうことなんですが、日本って、全然良くないじゃんってことなんですよ。このアメリカとかね、スイーツとかいろんな国がある中で、日本って、生産性悪いじゃんってことなんですね。で、生産性悪い一つの原因に、もしかしたら、長時間労働とかっていうのもあるかもしれないし、一人当たりが、たくさん働いてるにもかかわらず、生産性が悪いって最悪ですよね。だから、その、働く時間も日本は長い上に、一人当たりの生産性も悪いっていうのを、ここを改善するのは、僕やっぱ IT しかないと思ってるので、働き方改革っていう名前がついてるけど、まあ、実際には働き方改革ではなくて、その IT を使って、その生産性を上げるとか、例えば、短い時間で、これ一人当たりになってるんですけど、一人当たりじゃなくて、1時間あたりの生産性、ちょっとこの数字も知りたいんだけど、一人当たりの生産性を上げる方法とかっていうのを、考えていった方がいいのかなって気がしますよね。はい、続いてこちらです。情報通信産業と一般産業の労働生産性指数の推移ということで、まあこれ当たり前なんだけど、まあ、情報通信産業っていうのは、生産性がいいわけですね。もともとただみたいなもんなんで、生産性がいいわけですけど、まあ、これを推移したものがあるんですが、まあ、この辺をね、力入れたアメリカとか、まあ、アメリカが力入れたというかね、ではないんですけど、この辺の差が出てきてるのかなって気がしますね。で、全然話は変わりまして、今度こちらです。オフラインやオンラインで知り合う人の信頼度っていうのがあるんですが、これ上がオンラインです。SNS で知り合う人たちのほとんどは信頼できる。ここの黄緑ね。黄緑がそう思う。黄色がややそう思う。赤があまりそう思わない。青がそうは思わないってことなんですけど、まあこの、思うからね、順番でこうですね。これ見た場合、そう思うっていうのが日本すごい少なくて、アメリカはすごい多いですよね。これ全体的にそうですよね。で、これは、SNS 以外のインターネットで知り合う人はほとんど信頼できる。これもね、日本すごい低いんですが、このオンラインの情報と、その下のオフラインの見てほしいんですね。オンラインだから信用できないって言ってるのかなと思ったら、実はオフラインでも信頼できない。ほとんどの人、オフラインで会うほとんどの人が信頼できるって信頼できないって答えてるんですね。だからそもそも日本人って人間不信だということで、だから、ここが、これ人間のね、日本人のその性格なのでしょうがないんだけど、ここの信頼性が低いので、インターネットを使って、SNS 使って物を売っていくのが難しいということなんですね。で、SNS でいくら信用してもらったとしても、ここに値する人が少ないということなので、商売にならないということなんですね。なので、人のこの信頼を使ってビジネスするっていうのは、日本はすごく不利だということです。だから、例えばアメリカでリンクドインみたいな、SNS があって、インターネット上で情報を見てですね、信用してもらって、商売につなげるっていうのはありますけど、それは日本ではできないのは、これ見たらね、よくわかりますね。そもそもオフラインでもオンラインでも人を信用してないっていうことです。それを信用するためどうしたらいいか、この後また出てくるので見ていきましょう。はい、インターネットで知り合う人を信頼するかどうか判断するで最重要視していること、相手の名前がわかる。実名の方が信用しやすいって書いてるんだけど、これね、日本で Facebook が流行ってない時点で、やってる人は信頼しやすくなるけど、やる人数が増えないから、どうしようもないねって話なんですね。一つ。で、まあ、その人のメールアドレスや連絡先など、たくさん利用してるアカウントがわかると。これ、こういうページを作った方がいいと思います。これは僕は Google My Business で作れっていうふうに言ってますけど、
一人の人が複数なことをやってるっていうのをね、一覧で見れるページっていうのを作ってほしいんですね。で、相手のオンラインでの発言とか、相手の写真とか、当然見るよとか、所属している、会社の年齢認証の有無とかね、オンラインサービスのとこも有無ってありますけど、こんなの見てますよってことですね。なので、まあ、パーソナルブランディングしていく方は、この辺見ておくといいかなと思います。で、すごいのは、これなんですね。オフラインで実際に会ったことによる信頼度の変化っていうのがあって、で、オフラインで実際にね、要するにオンラインで知り合った人と、オフラインで会ったにもかかわらず、信頼度がやや高まったっていうのが 44% に対して、変わらなかったが 44% っていうことは、これややですからね。ということは、結局、オンラインとオフラインっていうのは、変わらないってことなんですよ。つまり、ネットで知り合った人とオフラインで会う、オフラインだった人とネットと繋がるってことも、どっちにしろ、ほぼ変わらないっていうことなんですよね。なので、まあ今、出会い系サイトとか問題になってますけど、実はほとんど変わらないっていうことなんですよね。はい。そしてオフラインに実際に会ったことにより信頼が高まった理由、趣味などの共通の話題が多かったとか、ソーシャルメディアを通じて知り合った人たちの性格をより知ることができたと書いてるんですけど、まあ、このようなことが書かれるんだれば、このようなことを SNS で発信しとけって話ですよね。はい。続いて面白いデータもありました。こちら。固定電話の加入者数の推移っていうのがあって、まあ、当たり前だけど減ってるよって話なんですね。この NTT の加入電話減っていて、ケーブルテレビとか、IP 電話がね、ケーブルテレビ減ってますね。IP 電話が増えてるよって話です。で、このね、公衆電話も減ってますよって話ですね。さらに、こちら。主なメディアの時間別行為者数。これ以前に動画で撮っているんですけど、その最新版の数字なんですが、これ見てもらうとお分かりのように、テレビが黄緑ね。黄緑なんですけど、この、いわゆるゴールデンタイムと言われている、7時から9時ぐらいとかにすごい見られているのがテレビですね。で、インターネットが赤いものなんですけど、インターネットこれね、これ平日と休日あるわけですけど、まあ昼いっぱい見るよとか、あと9時以降見るよっていう形になってるんですけど、このテレビの山とインターネットの山っていうのが重なりつつあるんですね。で、ここが重なりつつあるってとこがミソでして、昔はインターネットって、9時以降とかにもう一個山が来てる感じだったのが、だんだんテレビとインターネットの山の位置が同じになってきてるんですね。で、これが、いわゆるネット接続が、同じ金額でずっとでき定量制になったっていうこととか、定額制になったってこととか、あとは、常時接続でね、料金変わらないですよね。なったこととか、スマホの普及で、いつでもね、インターネットに簡単に見れるようになったってことなんかが影響してるんですけど、まあ、ここら辺のデータなんかもちょっと面白いのかなということで見てみました。はい、新聞購読は朝に多いけど朝以外なくなるとかね、ラジオは全体的に少ないとかね、こういうことが出ています。はい、今日はですね、一部だけ紹介したんですけど、380ページ、いろんなデータがあって、まあ特に僕が興味があって、皆さんに伝えたいことだけを今日取り上げましたけど、詳しくはね、リンク先、ブログの方に貼っときますので、380ページ、あとね、文章で説明もありますから、読んでほしいなと思います。これは、IT、インターネットを使って商売している方とか、これからデジタルを使って商売したい方は、必須ですね。その背景を知っておくってことは大事で、数字を見ておくってことは大事なので、ぜひね、チェックしておいていただければと思います。で、昨日ちょっとお伝えした、インターネットの利用者が減っているっていうね、ちょっと不思議なデータだよねって言ってた分に関して、ちょっと訂正しておくと、あれは、なんか今年からちょっと数字の取り方を変えたみたいで、年配の人たちのアンケートの結果が結構たくさん返ってきてたんで、年配の人のアンケートの率が、アンケート数が多くなったので、どうしてもですね、インターネットの利用率が下がったということが書かれていましたね。ちょっとそれだけ補足しておきます。はい、ということで今日はですね、昨日に続きまして、平成30年も総務省発表しました情報通信白書を紹介いたしました。これ毎年確か出ていますよね。なので数字を、追いかけて、どう変わっていくかっていうことを、押さえておくのは大事だし、自分の商売において、どういう可能性があるかっていうのを見ておくのは、重要だと思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければと思います。はい、ということで、またね、ちょっとこの部分を使っていろいろとですね、資料とか作って皆さんにお伝えすることあるかもしれませんが、引き続き、よろしくお願いいたします。
インスパンの方でした。ありがとうございました。バイバイ。